くなれる理由を知った僕を連れて進め。泥だらけのソマトニオン、壊わず皆さん、どうだったでしょうか。というわけで、ね、今回は、千本桜と、グレンゲをねこうミックスして、あれをこう合わせるというマッシュアップと言います。マッシュアップと言います。マッシュアップをね、お届けしました。ただね、今回ちょっと勝敗が決められないと。なかなか難しいことがあって、こうグレンゲが勝ったのか、で千本桜が勝ったのか、そしてこう途中ボイパバトルっていうのあったと思うんですよ。ね、僕が勝ったのか、隣の彼ホワイト君が勝ったのか、それをずっと下で支えてるにっちゃんが勝ったの。これも常に間を取ってる、常に毎回干渉剤として頑張らせていただいて、よろしくお願いします。今回マジで間取ってたのね。ちゃんと間にいたいつもちゃんと間取ってる。ボイパとビートボックスのバトル、一種格闘技戦みたいな。まあ確かにね、それはビートボックスとボイパの違いみたいな、そうそう、K-1とプロレスが戦うみたいなもんやな。サムちゃんの方で、あのビートボックスとボイパの違いを僕ら二人で解説してるので。あ、そうなんだ。もしよければ、気になったらぜひ見てみてください。サムちゃんにね、実はね、違うんだよね。そうそうそう、ぜひそこら辺も空手とテコンドーぐらい違う。なんで毎回そう、ちょっと親戚みたいな人たちが選んでるんです。はい、というわけで、はい、以上、ホワイトボックスの高田と何とにっちゃんとリオとホワイトとソダヤカと原田光でした。バイバーイ。